ローハーエビバリシゲナベイベー、今日の今県ハワイライブです。はい、皆さん今日はですね2020年の、8月の25日火曜日です。火曜日のワイキ、今夕方です。はい、夕方7時前です。で、昨日からね今県体調不良で、なんか本当皆さんからね温かいメッセージありがとうございました。なんでですね、あ、違った、なんでね空笑いだ。ですね、ここの壁へべへなんか相変わらずちょっとうまく言えないんですけど、そこに足だけでもねつけながらね、ちょっと癒されてパワーもらって、体調回復したいなと思って来てみました。はい、それじゃあですね、そうは言っても皆さんに、今米返ししていきたいんで、ここでやらせてください。はい、ごめんなさい、だからちょっとサンセット見えなくなっちゃった。はい、ただね今日最初にですね、なんかチャンネル登録者いろんな方々がご協力いただいて増えてるんですよ。なんでね、新しく見てくださった方にチャンネルの、紹介させてください。今日初めて見てくださった方々、ありがとうございます。このチャンネルはハワイから生ライブ映像を一切編集加工なしで一発撮影動画で毎日毎日配信しております。しかもコロナの感染が広がっているハワイですが、そんな、悪いムードをぶっ飛ばせという気持ちを込めて、ポジティブな内容ばっかりを、今県が配信しております。はい、それからね、ハワイ大好きな方、ハワイを毎日感じていたい方、そしてねハワイから毎日ポジティブパワーをもらいたい方、ぜひね、チャンネル登録お願いします。で、毎日毎日、そんなハワイ動画を見て、皆さん元気出してください。あ、それは俺に対してか。はい、それからね、はい、いつもね見てくださってる今県ファミリーありがとうございます。で、今県ファミリーってところどころ出てきますが、別にねハワイのやばい変な集団じゃないので、単純にね今県ハワイを見てくださってる人たちがコメントをくださって、今県がそれに、コメント返しして、そうやってやり取りで今県ハワイのファンになってくれた方々を、矢沢永吉さんのファンクラブの会員同士が矢沢ファミリーと呼ぶように、今県ファミリーと呼んでます。はい、ということで、それじゃあですね、今米返し本当は一軒一軒していきたいんですけど、ちょっと今日まだ辛いんで本当にごめんなさい、ペコリなんでね抜粋になっちゃうんですけど、ちょっとね、本当にお名前言わせていただきます。はい、まずミランダさん、ジョーミチコさん、ユツキの母さん、そしてインスタ投資でユツキの父さん、はい、それからひとしさん、町口光子さん、まちゃみさん、ケンイチ船積さん、船健さん、ロミカさん、厚志佐藤さん、りょうこさん、関口さん、小栗厚弘さん、77杉さん、本当にありがとうございます、ペコリ。はい、ただね、なんか次の方々だけはなんかちょっと気合入るか分かんないですけど、ちょっとお礼というか一言言いたいんで、一言言いたいんでって、こうなんか語尾が上がる感じを言いたいんですけど、言わせてください。はい、まずね、樋口真理子さん、具合悪いって言ってもね、字ですかって、その字はないでしょ、字は。はい、今県字は大丈夫です。はい、それからね、次、はい、毎日奥さんだろさん、いやー言ってませんでしたっけ、今県ってね超のねアニメつくオタクなんですよ。だからねフルーツバスケットねバリバリ見てますよ。はい、それからハッピーハワイさん、改めてチャンネル登録者1000人おめでとうございます。ダイヤモンドヘッドに向かってペコリ。うわーすごい、ちょっと水がすごいからちょっと下がります。はい、でね、今県の代わりに撮影行きましょうかって言ってくださってありがとうございます。じゃあ本当にお願いしたら、もうそれはそれで僕が不在でもなんかハッピーアワイさんと今県ハワイのコラボになって面白そうですねテロップだけで今日今県さんの企画ですけど、今県さん今日いませんとか言って面白いですね、それで。はい、それからね、アンディトレードさん、ご紹介いただいてありがとうございます。
いや、あの方の YouTube 僕も気になってね、結構見てたんですよ。なんでアンディさんからあのメッセージもらえると思ってませんでした。ありがとうございます、ペコリ。はい、でヤーマシーさんまたそうやってね、もう本当面白い、そのね、本当その発想。いやー、でなんすか、野口五郎にがどうのこうので、あのなんか犬に似てる、でそんな顔が混ざった顔がどうのこうので、もうそういうのにロミカも便乗してる。いやー、もう本当にね、いやもう癒されたんじゃなくてコメント読んで疲れた、もう本当にけど面白かった。でね、坂広お見舞いメッセージありがとう。けどね、なんでタメ口なの、本当笑えるわそれ。まあいいけどさ、で10秒メッセージって本当いいアイデア、本当ありがとう、サンキュー横浜、サンキュー。はい、それからね、坂由美、まちゃみさんが男性って実は俺が一番ダメージでかいよねずっと女性だと思ってたからさ、結構これおかしかった。あ、まちゃみさんごめんなさい。はい、それから、バービー親衛隊長ありがとう。はい、なんかね、読みますね。今県からいっぱいもらったポジティブパワーをハッピーバンクに貯めてるからって、なんかナイスな表現ですね。皆さんどうなんすか、あの今県からもらったあのハッピーポジティブパワーフロムハワイ、みんなハッピーバンクに貯めてますか。はい、じゃあそろそろ吐き出す準備かな。はい、ということで、吐き出す準備のために、昨日のね歌をもう一回、はい、なんだっけ、そう、みんなに声かけて今県ハワイチャンネル登録よろしくお願いしますよ。はい、それからね、ヒロロさんヒロロさんお仕事お疲れ様ですペゴリ僕もねおでん食べたいっす。はい、いやー、けどなんかあの体調悪いけど、こうやって今米返ししてるとなんか声のトーンがほら戻ってきてるっていうのはやっぱりもう今県も今米返し体質なのかなはい、漏れなかったですかね、名前呼び忘れてないですか、大丈夫ですか。はい、もしねあったらね本当にごめんなさいペコリ。はい、それからね、昨日のね今県ハワイライブが日本時間の深夜っていうか 夜中の11時ぐらいにアップして、あれハワイ時間の4時なんですけど、午前4時、なんかね皆様体調、今県体調悪いのに無理しちゃってんなーっていう感じで、なんかいろんなねご心配メッセージありがとうございます。でうわうわすごい、あれね、けど実はね、あの無理したわけじゃなくて、あ、まあ無理したんですけど、 YouTube のサーバーがね昨日すごいおかしくて、もうデータがね全然上がんなかったんですよ。だからねいつもねオフィスでねデータアップしてから見届けてから家に帰るんですけど、昨日はねマジ具合悪かったんで、もう確認しなくて帰って家で確認したんですね。っていうか家で寝ちゃったんですよそのまま。そしたらなんか夜中に目が覚めて、もうデータ上がってんだろうなって、みんななんか見てくれてんのかなって見たらデータ上がってないのだからもうすげえ焦っちゃって、そんで、夜中そう3時ぐらいから携帯でもう巨大データ上げてて、そんで3回チャレンジしても3回こけたんですよ。でね、ようやくね上がったのが4回目だから、最初の頃多分見てたヤマシーさんとかはほらサムネイルに文字なかったでしょ、なんかあの変な画像だけで。はい、ということでね、昨日はそういう、出来事がありました。はい、でね、まあその件についてね、たくさんの方々優しいメッセージくれたんですけど、いやー、バービーさんとかゆつきの母さんとかね、町口光子さん、それから石川ひとしさん、改めひとしさん、いやー、それから、ロミカさんはじめね、いろんな方々本当ありがとうございますペコリ。でね、やっぱりこれ代表してね、ヤマシーさんだけにはね今米返します。はい、もうなんかいいんだか悪いんだか、もう本当この人は面白いな。でもお見舞いだかディスリーだかね、相変わらず個性的なメッセージは読ませていただきますね。うわうわすごいわ、もうちょっと避難しよう。はい、ヤマシーさんの叱咤激励コメント読みます。はい、体調悪いってのにワイキキブラブラしちゃってるし、画質も悪いし二度見しちゃったわよって、いやー相変わらずのね叱咤激励やましい節ありがとうございますペコリ。けどね、あの画質が悪かったのはそのがあのサーバーに上がった直後で YouTube 側がまだ処理してないんですよね。だからね、なんかほんとね
最近ほら今系ハワイライブ20分以上のほら長回し一発撮りでしょ。データがね結構重いんですよね。なんで今日はサクッと済ませようと思ったけど、まあ乗ってきちゃったんで、まあこのまままた行こうかな。はい。でね、こっからねちょっとね特別ゲスト紹介しますよ。はい、特別ゲストアンディ・トレードさん。なんかわかんないですけど、白友マイキーを映してからアンディ・トレードさんご紹介させてください。はい、まずね本当にハワイの YouTuber でじわじわ人気上がってますよね。僕本当結構前から見てたんですよ。で、お名前がねアンディ・トレード、ハワイ毎日ひま日記さんっておっしゃいます。でハッピーハワイさんからのご紹介で今系ハワイをご覧いただき、今日ねコメントくださいました。はい、ありがとうございます。はい、でねアンディさん実はね俺あの失業保険のねほら事務所に突撃したけど閉まってて、なんか玉砕したとかあれですごい面白かった。ただねあれちょっとね読んでてねすごいなんかねアンディさんすごいなと思ったのは、あのコメント欄にねハワイのアンディさんの YouTube 見てる人たちからすごいほら詳しく何でしたっけ、ほら電話だけじゃつながらないですよとかメールとかも出しましょうとかいろいろなんかすごいアドバイスあったでしょ。だからハワイの人たちにすごい愛されてるなと思って、なんかやっぱなんかすごいなと思って、はい、思いました。あとねアンディさんの動画もねなんか今県とはちょっと違うんですけど、あの独特のゆるゆる感が本当癒されますよね。はい、なんかアンディさんの動画見てね、あーこのゆるゆるはってすごいいいなと思ってね、今県もたまにゆるゆるとかね、今日はなんか適当にじゃなくてなんか気合い入れなくて撮りますなんてたまに言っちゃったりしてるんですけど、けどあのゆるゆる感は人から出てるんだなと思ってね。で逆にねアンディさんのゆるゆる感見てたら、あ俺ってすげえポジティブなんだとか、あ熱盛りなんだけどちょっと熱苦しいのかなアンディさんと比べるととかね、一人なんかニヤニヤしてました。はい、ありがとうございます。でなのでねもちろんねアンディさんのねあのチャンネルに僕もポチッとチャンネル登録してますよ。はい、もちろんですよ。はい、ということでね今県ファミリーの皆さん、今日ねこの動画の下に概要欄にリンク貼っておきますんで、アンディさんまだご存知ない方、はい、ぜひね見てください。いや面白いけど、アンディさんもう一個だけいいかな、もう一回いいですか。いやねほらアンディさんこの間の5ドル弁当ほら突撃リポートで食べてたじゃないですか。あれね美味しそうだったんだけど、いや今県糖尿病だから5ドル弁当おかずしか食えないんですよね。なんか白いご飯とトウモロコシコーン茹でたやつ、あれすんげえ美味しそうなんですけど、いやなんか美味しそうだなーって見つつ、いや俺も食レポけど、いやちょっとカロリー高いなーと思っちゃって、なんでねなんかもしね今後アンディさんとなんかコラボするとか言ったら食レポ担当と言いつつ、なんかみんな調子に乗ってなんかアンディさん食レポしてとか言って調子に乗って、あれはねあれでねコストかかるんだから、もう皆さんねそういうゆるゆるなねアンディさんのページにはゆるゆるなリクエストしていきましょう。はい、ということでアンディさんこれからもよろしくお願いします、ペコリ。はい、それからね昨日のね話した今系ハワイ、チャンネル登録1000人いったら YouTube ライブやろうって企画にね、いろんな人たち、樋口真理子さんとか坂由美とか、KYKK さんとかなんかすごいねメッセージくださってありがとうございます。だからねチャンネル登録1000人いったら、防水携帯持って海に入って GoPro から中継して皆さんにバーチャルサーフィンできるんですよ。例えばほら沖を僕は見るでしょ、で波来るでしょ、皆さんこの波乗りますかとか言って、乗る乗るとか、あれ声入れるんだっけ、わかんないけど、そういう感じで今県乗るでしょ、で乗ってすごいいいライディングしたら、もうこれはねほらスパチャなんだっけスーパーチャットだっけ、もうそれで投げ銭バンバン、それで今県GoPro のお金払えるみたいなね、いいでしょそれ。はい、そういう企画やりたいんで、今県ハワイのねチャンネル登録、それからねさっき言ったアンディさんのチャンネル登録も皆さん協力よろしくお願いします、ペコリ。だからね今日はねまたね今県ハワイとアンディさんのために歌いますよみんなに声かけて
今県ハワイとアンディさんチャンネルにチャンネル登録。はい、また体調悪いのよ、このバカなことしてるよね。はい、じゃあね、今日はちょっと短かったですけど、長いか十分、はい、皆さんからの温かいメッセージ本当にありがとうございました。けど本当はね、今日ねもうちょっと体調よかったら水の中に入りたかったんですよ。なんでかって言ったらね、本当ねすっげえ嬉しかったから、なんか男泣きしそうだったから。潜ったらほらなんかちょっとさ泣いてるのとかさごまかせんじゃん。やろうと思ったけどね、やっぱごめんなさい、本当海入れなかったのか今日。はい、じゃあね、今日のキーワードなんですけど、これ、アンディさんにぜひ聞いてほしい。はい、今日のキーワードいきますよ、皆さんコメントに書いてくださいね。はい、アンディトレードさん、ビール飲みすぎこの今日キーワードでいきましょう。じゃあ皆さんよろしくお願いします。特にハッピーハワイさんもうね、そのキーワード含んだコメント待ってますよ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあね、もうちょっと下がったらヤシの木と、あのこの太陽すごいな、今日もオレンジ色で。はい、あ、この角度でいっぱいだ、ごめんなさい。はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございます。Thank you so much. マハロー。バイ。皆さんまた明日。シェゲナベイベー。